皆さんこんにちは。37年ぶりギターの岩塩です。今回は、私が、今使っている、リトルマーチン、この弦ですね、マーチンは、このリトルマーチンに、貼る弦としてはミディアムゲージを推奨してますけれども、これをカスタムライトゲージに変えると弦高だとか音にどのぐらい影響が出るのかっていうのを、実際に、これからやってみたいというふうに思います。で、ここで、このリトルマーチンについて改めて、ちょっとおさらいですけれども、一応このリトルマーチン、通常の、ギター、例えば、OM シリーズと比べると、このスケールの長さ、このスケールの長さが、およそ1割程度というふうにちっちゃい、ギターということになります。で、こうトップが、シトカプルースで、サイドとバックは、ハイプレッションラミネートという、まあ木のカスっていうんですか、クズっていうんですかね、それを固めて作られたものに、表面に木目のそのシートが貼ってあって、一応木目に見せてるというものですね。で、ネックもこれ合板で、これ見てもらうと分かると思うんですけど、こんな感じで、ミルフィールみたく、複数の合板をギュッと圧縮して、作られている、ネックがついているというものです。で、今、これ私買って、1ヶ月半ぐらいですけれども、もともとリトルマーチンにはマーチン製の、弦が貼られてます。なんていう弦かっていうと、ライフスパン 2.0 シリーズっていう風に、ノーコーディング弦でありながら、弦の寿命が2倍ほど長いという、画期的な次世代の弦と言われるものが貼られていて、通常のこの、マーチンの弦と比較すると価格も2倍ぐらいします。で、現在それの、ミディアムが、標準で貼られているという状態なんですけれども、一応マーティンの見解では、一応このスケールが短くなるので、そのライトゲージだとか、細い弦だと一応低音がしっかりならなくてか細い音になってしまいますと、インターネットの一部では非常に聞けたもんじゃない音になってしまうみたいな書き込みなんかも、あるんですけれども、ただ、一応私通常、今入院中ですけれども、メイトンの、ギターを使っていて、メイトンには通常カスタムライトを貼っているんですけど、メイトンのカスタムライトとこれの、ミディアムが貼ってある、もので引き比べると、そのなんか、こっちのリトルマーチンの方がこう硬い感じがするんですね。当然ミディアム弦なので弦自体は太い、ですけれども、当然こうフレットの間隔もやや、この狭くなりますと、狭くなるとこう押した時にこうたわめるこの距離が短くなるので、やはりちょっと硬く感じて、非常にこうなんかきちんと押さえないといけない、ちょっとなんか手が疲れるっていうような感じがするので、まあリトルマーチン持ってる人にすれば何をしておるんだというお叱りを受けるかもしれませんが、こいつに、この激安カスタムライトの弦、フェニックスの弦を、貼ってですね、貼り替え前と貼り替え後で、音とか弦高の比較をしてみます。これまだ、買って1ヶ月ちょっとぐらいしか経ってないので、弦もほとんど、今錆びてはいませんので、そんなに、悪い状態ではないと思います。で、一方こっちは新品を貼りますけれども、弦の、価格としては、だいたい、これが1セット300円ちょっとで、これが、1セットで1500円ぐらい、しますので、結構な価格差ありますと。
なので、これがの5倍ぐらい、まあ、高い、弦と、5倍安い弦なので、こっちの方が当然弦の質は、低いと思うんですけれども、音がどのぐらいその世の中で言われるぐらいチープになるのかというのをあえて身を張って試してみたいというふうに思います。で、まずはですね、ちょっと弦高を測ってから、一応ストロークと、アルペジオで、音の比較をしてみましょう。まずちょっと弦高を測ってみますけれども、一応弦高はですね、ここにこう置いて、このような見えますかね、まあギターのいろんなところの、寸法を測る、一応こういう定規で、弦高を測ってみ、ます。で、後で、こう見ますけれども、だいたい今12フレットで、2.5 ぐらいの、弦高の、弦高ですということで、まあまあ、いいコンディションじゃないかなというふうに、思います。で、これから実際弾いてみますけど、ということで、では早速弦交換行ってみたいというふうに思います。はい、それでは弦交換始めていきますね。はい、こんな感じで見えますか。はい、弦交換とチューニング無事終わりました。まずですね、張り替えた早々でちょっと弦高を測ってみたいと思います。弦高を測ってみましたけれども、テンションが弱くなったせいだと思いますけど、2.5 をちょっと、切ったぐらいの、弦高に、なりました。なので弦高が少し下がりましたね。で、押さえやすさについては、正直とても、テンションが下がって押さえやすくなっている印象です。それではですね、音、サウンドの方ちょっと聞いてみたいと思います。
なりました。音的にはやはり、このカスタムライトの方が全体的にやはり、ちょっと軽い、感じはします。特にストロークなんかではやっぱり低音の、ちょっと重厚感が薄い気はしますけれども、決してなんか音がチープになったとか、これじゃあもうギターとして聞けないみたいな、そんなひどい状態ではないと思います。まあ弦が新しいせいかというところもありますけれども、僕は決してそんなに嫌いな、音では、ありませんね。なので、どちらかというと、僕は、このまま、きっともうこいつにミディアムを貼ることはもしかしたらないのかもしれません。今日の一応リトルマーチンでミディアムとカスタムライトどのぐらい音が違うのかということに関しては、一応僕の中ではまあミディアムライトでいいかなということで、今日はこれで終わりにしたいというふうに思います。今回も拙いお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。またじゃあ次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。Thank you.